はい、皆さんこんにちは、サーバーアクセス宮沢です。今日からなんですけれども、ちょっと認定資格系のところまた次のやつやっていこうかなと思います。今回はですね、 AWS サーティファイドセキュリティスペシャリティというものですね。セキュリティの高度なものの認定資格になります。なんでこれやってるかというと、私がこれを取ってるからということになります。第0回に関してはこの試験の概要とかを一緒に見ていければなと思いますので、まずこのページから見ていこうかなと思います。セキュリティスペシャリティ、何ぞやというところではあるんですけれども、組織がクラウドイニシアティブを実装するために重要なスキルを特定して育成するのに役立ちますと。で、この資格を取ることによって AWS クラウドにおけるデータやワークロードのセキュリティ確保に関する専門的な知識が認定されますと。まあ、AWS の認定試験で、まあ、今までいろいろあったと思うんですけれども、その中でも高度なものでセキュリティの分野に特化した認定資格になっています。本試験の受験対象、セキュリティスペシャリティは最低2年で AWS のワークロード保護に関する実務経験を持っている人が対象になっています。で、以下のことをお勧めしてますと。セキュリティソリューションの設計とか、まあ、実装における5年間の IT セキュリティの経験とか、 AWS のワークロード確保に関する少なくとも2年の実践的な経験、同じでも本番環境とかを AWS のセキュリティサービスの特徴について実務経験とか運用経験とか、そのリスクとかを理解してますよと。で、あとここは AWS の責任共有モデルとその適用、 AWS ワークロードのセキュリティ制御、ロギングモニタリング、クラウドセキュリティの共有モデル、パッチ管理とセキュリティのオートメーション、サードパーティーツールを使ってのセキュリティを強化する方法、まあ、BCP 暗号化、アクセス制御、データ保持を含む災害対策制御などに関わる知識、特殊なデータ分類と AWS のデータ保護のメカニズム、データ暗号化方法など、そういったメカニズムとかを知っていてくださいと。もちろんその知識も求められますが、コスト、セキュリティ、デプロイの煩雑さについてもトレードオフを考慮して決定を下せる能力、まあ、ちゃんと知識を得ていて適切な要件に対して行為にするべきだっていうふうに判断ができるといった形になっていますと。このぐらいの知識を持っていてくださいという形になっています。で、先にちょっと試験自体の概要になりますが、レベルとしてはまあ専門知識なので、このセキュリティに関する特化した問題ができます。試験時間は170分なので、だいたい3時間ぐらいあります。で、$300ドルになっています。で、65問の選択式の問題になっています。私の個人的な感覚なんですけど、ソリューションアーキテクトプロフェッショナルに比べたらそんなに個人的にはきつくないかなといった印象ではありました。で、この認定を取得するために何が必要ですかといったところなんですけれども、まずこの試験ガイドっていうのは、まあ、これちょっとこの後お見せしますが、これをまず見てください。どういった出題とかそういった傾向になってますよというのが書かれています。で、サンプル問題、ちょっとまた次週以降にはなっちゃうんですけれども、まあ、このサンプル問題を解いていこうかなと思います。私が取った時にはなかったんですけれども、今だと AWS の問題集みたいなのがまた別で用意されているみたいなので、そういったものもまあ使えますよといったことが書いてありますといったところが、そのホームページに書いてある情報になります。ではここに書いてあったですね、試験ガイドをまず皆さんと一緒に読んでいきましょう。はい、これがセキュリティスペシャリティの試験ガイドになります。先ほどと同じことがまず書いてあります。ちゃんと以下のことが経験がありますよといったことは必要ですよねっていうことが書いてあります。で、推奨される AWS に関する知識で、ここですね、 AWS 責任共有モデルとそのアプリケーション、AWS のワークロードのセキュリティ管理、ログ記録戦略とモニタリング戦略、クラウドのセキュリティの共有モデル、パッチ管理とセキュリティの自動化、サードパーティーツールやサービスで AWS セキュリティを強化する方法、 BCP とバックアップを含む災害対策管理、暗号化、アクセスコントロール、データ保持の項目になっています。まあ、ここに関する AWS の各関連するサービスとかのことを理解していれば、まあ、良いですよといった形になっています。で、範囲対象外になるものがありますと。まあ、この以下のところに関してはテストされません。設定の作成、または書き込み、実装、SysOps、特定の言語のスクリプティングとかっていうのはここにはないですと。で、試験の形式は今までお話しているような選択式になっています。だからラボみたいなものは現時点ではないです。適切なものを選択して選びなさいと。で、これも前回にもあったんですけれども、スコアに影響しない採点対象外の問題が15問含まれていますと。しかも65問だったので50問かなが採点対象になっていて、残りの15問はそうじゃないです。ただこれは何が問題になっているのかは分からないといった形になっていますので、とにかくちゃんと解きましょうといった形になります。合否判定方式になっていますと。で、試験は今までお話しているものと同じように100点から1000点のスコアで評価されます。合格のスコアは750点になっているので、まあ、8割ぐらい取れてるとまあ安心かなといった形になっています。
はい、試験の分野分けがされていて、以下のこの表にあるんですけど、こういった重み付けになっています。まあ、あんまりどれが偏っているというよりは、なんかちゃんとまばらになっているので、やっぱ全体的にセキュリティのところは理解している必要があるかなといったところがポイントになります。はい、まずちょっと分野このまま読んでいきましょう。まず1がインシデントへの対応。例えば AWS の不正使用の通知に応じて侵害された疑いがあるインスタンスまたは露出したアクセスキーを特定します。まあ、何か攻撃されたりとか、あるいは何か空いていた時とかにどういった対応をしていて被害を最小限にするとか、二次災害を防ぐっていうのをどうすればいいのかとか、原因とかをちゃんと調査して同じようなことが起きるようにするためにどうしたらいいとかっていうのが問われるかなと思っています。あるいはインシデント対応計画に適切な AWS のサービスが含まれているかといったところにもなりますので、この対応するためにどういったプロセスがあればいいのかとかっていうのが書かれていたりします。であとあれですね、インシデントが発生した時にアラートを上げる仕組みといったものもどういったらできますかみたいなものも問われるという感じですね。第2の分野がログの記録とモニタリングといったところになります。先ほど言った通りアラートを上げたりとか、まあ、なんか事件とかインシデントですねがあった時とかに分析するためには、まあセキュリティのログというかモニタリングがしっかりできていないと分析ができないといったことにもつながりますので、どういった形でデータをロギングしたりとかモニタリングするっていうのを決める必要があります。で、まあ、実際さっきと同じなんですけれども、トラブルシューティングの方法とかもどういうふうにデータを使ってやればいいのかみたいなものを問われます。ログソリューションの実装とか、まあ、場合によっては AWS の製品じゃなくてこうサードパーティーの製品使いますよみたいなことも確か出てくるんじゃないのかなと思っています。で、まあ、ログがない場合にどうすればいいのかとかっていうのとかも問われるといった形ですね。で、インフラ部分のセキュリティになりますと。意外とですね、インフラの部分のセキュリティってアクセスコントロールとかそこら辺かなと思うんですけれども、クラウドフロントとかルート53の問題が結構出ます。まだ AWS ワークももちろん出るんですけれども、この製品を使うこと、この製品というかサービスですねを使うことによってどういった保護をしてくれるのかっていうのを適切に理解しておく必要があるかなと思います。いわゆるこう侵入保護をどういうふうにやって実現するかみたいなこととかも必要になってきますね。はい、まあ、あともちろんセキュリティグループとか兵役ですね、 VPN とかダイレクトコネクトを使うケースがどういった場合かみたいな判断も必要になってきます。いや、まあ、ネットワーク ACL とか、まあ、セキュリティグループとかですね。はい、4つ目がここはまあ結構大きいかなと思いますが、 IAM とかのアイデンティティの管理とかそういったものが出てきています。まあ、いわゆる IAM とかそのユーザーだったりとかそのついてるポリシーですね、そういったものをどうするべきかみたいなところが問われたりします。あるいはですね、私は好きなんですけれども、ユーザーをこう例えば既存のアクティブディレクトリ連携したいとか、外部の ID プロバイダーと連携したいって言ったらどうするべきかみたいなところとかも問われるケースがあったりします。まあ、要はアイデンティティを統合的に管理するみたいなところも要素の一つかなと思っています。はい、で5つ目がデータ保護ですね。ここ意外と結構難しいですね。まあ、基本的には KMS に関連する問題が確か多かったかなという印象なんですけれども、ちゃんと KMS のキー管理とかそのキーのローテーションをどうするのかっていうのを理解しておく必要があります。意外とこれって触らないので結構覚えにくいというか、私もこの勉強した時とかも KMS の部分を結構勉強するのが大変だったかなというのが個人的な印象ですね。はい、最後に付録で試験対象となる主要なツール、テクノロジー、概念といったところで、ここでどういったものが覚えておくといいですよとかっていうのがあります。で、CLI、SDK、マネコン、ネットワーク分析ツール、このね、ワイヤーシャークとかで出てくるんですよね。とか、まあ、SSH、RDP とか、まあ、証明バージョン、TLS、証明書、インフラストラクチャー、アザーコードとかがあります。で、AWS のサービスだとここに書いてある通りですね。オーディットマネージャーとか、クラウドオレールとか、まあ、基本的にはセキュリティに関するところのサービスがかなり多いですね。なので、まず大前提にはなるんですけれども、ここに書いてあるサービスが含まれているブラックベルトとかがある場合は、必ずそこは読みましょう。それを読んでおいて、ちゃんと製品というかサービスの何ができるのかっていうのを正しく理解しておけば、まずはその第一歩かなと思っております。まあ、特にやっぱ VPC のブラックベルトとか結構よくまとめられていますので、そういったものを見ておくとかっていうのがいいのかなと思っています。で、あとはセキュリティアイデンティティコンプライアンスのところがここに書かれていますが、ここもまあ見ておいた方がいいかなと思います。で、範囲外になるところはここですよといったところが書いてあります。はい、といったところで大枠まず皆さんと試験概要を読んでいきました。なのでまずここで対策をするときにどういった分野をまずこう重点的にやっていけばいいかとか、まあ、例えばこのサービスのところを見たときに自分がまあ理解しているところがあればそこは後でやってもいいと思うんですけど、分かってないところからまず理解していくっていうふうにしていくといいのかなと思っております。はい、でここからちょっと次は完全に個人的な意見になりますが、実はですね、セキュリティスペシャリティ、日本語だとセキュリティ専門知識ってなってるんですけれども、こちらはですね、対策本みたいなものが実は出ております。実は私もこれで勉強しました。
あくまで私の一ユーザーの意見なんですけれども、まあ、SA プロを持っている前提にはなるんですけれども、そのベースラインの知識があると、まあ、大枠全体的な AWS のアーキテクチャというか設計とかそういったものの理解はあるのかなと思っています。そういった方であれば、このセキュリティの本とかを読んでいただいて、その上にここの知識を上乗せしていくっていうにしていただければ、難しくなく個人的には取れるんじゃないのかなと思っております。この本もですね、これ NRI の方が書いているんですけれども、もちろんさっきの試験概要のところに書いてあったようにですね、そこの分野に特化して書かれていますし、確認問題とかそこの部分のサービスの解説とかもちゃんと書いてありますので、ここ見ていただければ、問題解きつつちゃんとそのサービスの解説とかそういったところを理解するっていうこともできるかなと思いますので、サンプル問題解いたりとかブラックベルで読みつつ、こういったところでどういうふうな傾向の問題が出るのかっていうのをやりつつ、知識を理解していければいいのかなと思います。持っておる試合ですね。はい、といったところでいかがだったでしょうか。今回セキュリティスペシャリティのまずは第0回として試験の概要を読んでいきました。またちょっと次週以降ですね、サンプル問題を今までやってたみたいな形で解いていければなと思っておりますので、楽しみにしていただければなと思います。はい、といったところで最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひですね、毎週のアップデートしておりますので、チャンネル登録等をしていただいてですね、ぜひ数値とかで気づいていただければと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただいてありがとうございました。